どうもー、しょうゆです。ちょっとまたサバイバルじゃなくてね、私の、あの、<laughs> 何でしたっけ、えー、クリエイティブモードっていうね、えー、自由に作っていいよ的な世界に遊びに来てますけれども、今作ってるのはね、あのー、今後、まあちょっとこのパートでは作りきれないと思いますけれども、ちょっとね、あの、冬島を作りたいんですよ。ね、なんで冬島を作るかっていうと、天空の高いところにですね、 えー、トラップタワーを作ろうと思ってるんですね。トラップタワーって言っても、そんなにね、えー、タワータワーしてる感じじゃなくて、クリーパーのね、像を作って、口からモンスター出てくるみたいな感じ、良くないですかあなんか、冬島にでっかいクリーパーがいてですね。であ、クリーパーの口から出してくると大変か、ちょっと。 ほっとぼっと落ちてくるタイプ。クリーパーの股間から <laughs>、股間から出てくるとかね。ゾンビ作ったことないから、ゾンビ作ってみようかな。ちょっとあ、あれが大変ですけど。だからね、今、ちょっと考えてるんですよ、いろいろ。クリーパーの像をね、その天空に作りたいなとは思ってたんで、もうちょっと下げた方が良さそうだね、これ。 あの、いきなり作り始めるとですね、結構大変なので、あの、天空。てかね、空中に浮きながら作業が非常に大変なんですよ。こんな感じかなので、あの、一回ちょっとこうやって空を自由自在に飛べるクリエイティブで、どんな形になるのかね、試しながら、えー、作ってみようかなっていう感じでございます。どんな感じにすればいいんだろう。 ま、イメージはラピュタですよね。イメージはラピュタ。ラピュタだけど、こんななんかあの、幾何学模様的にしちゃうと人工島にならないですよね。自然な島にならないですよね、多分。ちょっとまあ、いろいろ考えてみますよ。まあ、これでも十分形にはなるか、一応。 さてさてさてだいぶあれは終わりましたねあの島の土台は今ちょっと根下げとここに立てて、えー、ちょっといらんものぽい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 してレザーにね一回行くことによってテレポートできるんですよで近道になるんでん天空の方にねあんまりなんていうのかな階段とかあのトロッコのマインカートレートラックとかを引いちゃうと冬塔らしくなくなっちゃうんで もう何にもつけないで上にテレポートするみたいな感じにしようかなと思っておりますちょっとね、うん、パソコン版とは違うので、うんあのー、天空にトラップタワー作れるかどうかちょっとねサバイバルだとほんと作った後動かないとかねモンスター湧かないとかになると悲劇なのでちょっと一回作ってみようと思いますこっちで、うん、実際どんな感じになるかね えー、まあ、効果が高いというのは分かりますが実際これから作ってみようかなと思います簡単なものをねさて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 、えー、っと一応こんな感じになるかなと思うんですけれども 下からもね、ちょっと見えるようにグローストーンを埋め込んでみたんですけど、夜見たらちょっと多少綺麗だったんで、2つね、ちょっととんがった部分を作って、なんか2つつながってるような感じにしましたけど、もしかしたらこれ分けるかもしれません。えー、サバイバルの方。で、橋で渡すみたいな感じで。でもいいんじゃないかなと思いますね。で、ここに移動がね、ちょっと線路とか引っ張ると空中ぐちゃぐちゃしちゃうのって、 そうですねネザーゲートで移動しようかなと思ってるんですけどこういうとこもちょっと気になるかなうんこんな感じ難しいですよね結構形作んのうんまあ悪くないんじゃないかなと思うんでこんな感じでサバイバルモードでも作ってみようかなと思ってるんですけど で、あのー、あのね、変な形のやつが、トラップタワーの元なんですけど、ちょっとね、サイズ的に、そうですね、ちょっとクリーパーをつけるとかは無理で、<laughs> 島をね、めっちゃ巨大にしなきゃいけないのと、あんま高さに余裕ないんですよね。うん。なので、クリーパーの顔だけにしようか、体なしで。 うん、あの暗室の部分を作んなきゃいけないんでそこをクリーパーの顔にしようかなっていうそれだけかなやるとしたらうん,うーんそうですねこれで合ってんのかなサイズは多分合ってると思うんですけど合ってますね多分ね えっと実際ね、トラップタワー簡単に作ってみようかなと思ってるんですよ。サバイバルじゃなくて、こっちでい、ね、一回、燃料が邪魔,になあ邪魔にならない感じでね。で、あのー、一応作り方はね、うん、いろいろできるですよ。やろうと思えばね。で、<え>まあ一番初期のパターンは、こういう自走式ね、モンスターにこのラインで沸いてもらって、モンスターはね、このトラップドアをね、地面と誤認する。 その間違えちゃうので、ここフラフラ歩いててね、こうやって、あ地面が横にあると思って、スタって落ちて、落ちていくんですよ。うん。なんで、このずっと下にね、この階層をぐるあつらーと作って、勝手に落ちてきてもらうっていう、まあ、自走式もできますし、えー、っと、こういう感じでね、ちょっと、たくさんのものが必要になりますけど、あのー、こういう形でね、ピストンを使って、この、プレッシャープレートの上にもモンスターを分けるんで、 えこのプレッシャープレートの上で沸いてもらって沸いた直後にもう弾き出されるというねこういう感じでやるとえ非常に効率がいいんですけれども非常に高コストですよねえもう本当に大量な鉄と大量のレッドストーンとリピーターとこれが必要なのでえピストンがねなので非常に辛い感じですよねちょっと何してんのあんたハマっててまあいいけど。 えっと、でね、今回考えたのは、まあ、考えたっていうか、これも既存の形ですけど、えっと、よいしょ。これ外してですね、よいしょ。こんな感じで、えー、通常の状態は何も置いてないんですよ。ない何も水が流れてないんですよ。ねここが全部暗室になって、 えモンスターが沸、えー、いたらっていうかね、えー、ある程度時間が経ったらボタンを押すと、一斉にピストンが引いてですね、せき止めてる水を放出して、ここに沸いたモンスター君たちは水に押し流されて、こうやってハドに連れてかれて下に落ちるわけですよ、こうやって,って、ね。で、またもう一段この下にクッションがあってですね、あのここから下に落ちていくっていう感じですかね。うん、で、この回路をつなぐのがね、ちょっと。 難しいんですけれどもボタンでいちいちやるかクロック回路っていって何回もある周期をね、えー、周期で水が流れたり止まったりする自動的に止まったりするっていうことにしてもいいかなと思ってるんでんそれはまあちょっと考えますがこの形で今回やってみようかなと思います向こうのねピストン大量に使うタイプはもういくつかいくつかってかもう4個5個と作ってきたのでだいぶねうーん で今回は外人さんのお友達もいないしちょっと材料を集めるのが非常に困難なのでこのものをねちょっと使ってみようかなと思いますこれを海藻を作ってですねうーん一気に水を押し流すとえーっと下の層がね、えー、完成したので水をちょっと実際流してみたいと思いますこちらの方は上で沸いたモンスターが降ってきてですね えー、落とされて水に押し流されて下に落ちてきて1箇所にまとめられる部分だと思ってください、えー、今はねちょっと 1×1 にしちゃったんですけれどもここもしかしたら詰まっちゃうかもしれないですねモンスターと押し合いへし合いやっちゃって水がみんな真ん中に向かって流れてるのが分かると思いますそれで1、えー、箇所に集められて下に落ちていくとさらにっていう感じですねで、えー、処理するところまで連れていくっていう感じなんですがちょっと置きづらいぞここここの上にも置かないとモンスターが下に落ちてくれないこれで OK? ちょっともしかしたらサバイバルでは変えるかもしれませんこんな感じで流れていって下に落ちるとうんとりあえずこれでやってみますねよしじゃあ、えー、っと今作ってる部分はですねここ実際にモンスターが湧く位置になりますねここで水を流してですねピストンで、えー、せき止めてる水を流して下の階層に落ちてもらって一か所にまとまると いう部分を作っていきたいと思います4つ作ったんですけどこれ2段か3段重ねるつもりです、えー、そこまでカットとりあえず2層にしますうん3層以上でもいいんですけど多分そんなに変化ないと思うんで他のところで分けないのでね2層で十分かなと思いますんで、えー、とりあえず屋根をつけちゃいたいと思います えー、もしね、下が何て言うのかな、下でも湧いちゃう場合は、なるべく多くの層を作って湧く可能性を、確率を上げるということで、たくさんの枠くね、スペースを確保するっていうのが重要ですけど、今回はいいかな。ちょっとここ、違うね。もう一段上げなきゃダメか。もう一段上げなきゃダメだね。そこだね。よし。じゃあちょっと、屋根つけるまでカットします。 とりあえずここを明るくしてモンスターを置かないようにするでしょ。で、次は、ここをですよ。えっ、ー、と、どうしようかな。まず、水を出す位置を決めないといけないですね。ここを。えー、ここを。ここですね。よし。ピストンと、えー、水は設置しました。 でネザーのブレイズスポーナーで作ったね、えー、使ったあのクラッシャー回路を使って、えー、オフだったピストンをオンにあ、オンにだったピストンをオフにしてね水が流れっぱなしの状態で最後に水を引っ込めるという感じまだあっち繋いでないですけどもこんな感じにしようかなと思っておりますえー OK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 、OK OK OK OK、次次次えー、他の回路にも、えー、電流電流のいいといーかなわかんないけど <laughs> 伸ばしていきたいと思います、えー、やることはつなげるだけなのでこれで終わりですねよいしょで、えー、上にはね回路を伸ばすのはあの簡単なのでパワーをねつないであげるだけでいいと思うんですがこっちはちょっとこれで試してたんですよ最初ただあのちょっと回路が複雑になるんでやっぱりやめましたあのディスペンサーは使わずに、えー、ピストンでやることにします えーっと、こっちもこんな感じで、よいしょ。で、ここにピストン設置ですね。で、えー、っと、ここにもつけなきゃだめか。えーっとですね、ピストンの配置も全部済んだんですけど、<laughs> モンスターが一匹も湧かないんですよ、暗室にしても。 これはちょっとね、予想外ですね。これ多分ね、ね、1匹も沸いてないんですよ、さっきからちょっと離れてみても。これちょっと、いや、これ明るすぎってわけじゃないですね。ちょっと、これ128マス以上はモンスター湧かないのかもしれないですね、ちょっと。うん、いやー、モンスター沸かないな。どう頑張っても無理だ。 じゃあ仕方ないちょっとこれで試してみますとりあえず <laughs> もう128マス以上は湧かないみたいあ、ね、上は湧かないみたいですねあらゆるモンスターがなんでとりあえずこれで、えー、クリエイティブモード専用でモンスターをリスポンサするスポンサする,、ね、ブあれがあるアイテムがあるんでどんな感じになるのかちょっと試してみたいと思います一応真ん中に向かって真ん中の穴もねちょっと大きくしました詰まっちゃいそうだったんで 落ちてますねじゃあこの形はいいけど128マス以上にはトラップタワーは作れないってことですねモンスターが湧かないので何か勝手に落ちてってますねまあいいけど勝手に落ちてくれる分にはよしじゃあちょっと下へ行ってみようどれどれどれうわすっごいカオス <laughs> すっごいカオスだぞ これもパソコン版ではないですよね XBOX 版 PS 版だとなんか出てきちゃうんですよねフラ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  <laughs> でもね中にちゃんといることになってて、ね、攻撃はしてこないんですけどある一定以上のモンスターが1箇所に固まるとねみんなフラフラ出てきちゃうんですよねまあいいやとりあえず <laughs> めっちゃカオスだけどまあこんな形にしようかな さてさて、ちょっと戻ってきましたけれども、大幅カットで、あの、そうですね、ちょっと、なんてうんですかね、128マス以上の高さにトラップタワーを立ててしまうと、モンスターは湧かないというね <laughs>、ことを初めて知ったので、多分パソコン版ではちゃんと湧いてくれると思うんですけど。 すいません、えー、コーヒー飲んでます。<laughs> えっと、ってことでですね、ちょっと地上に作ることにしました。128に抑えないと、だめですね。今の高さがですよ、73なので、ここから50マスぐらい上げられるってことですよね。ただ、そうするとですね、今度、湧き潰しっていう作業が必要になってきちゃうんですよ、どうしても。 えと自分を中心として128マスのね円形、なんていうのかな、もう球体で沸き、その中で湧くんですよ、モンスターはね。で、まあ、その外でも湧くんですけど、自分より128マス以上離れているモンスターは、もう湧いた途端に消滅するんで、まあ、それはし気にしなくてもいいのかなと、うん、いう感じなんで、ちょっとね、だいぶトーチを置きました。 でこっちここにね、作る予定なんですよ、ちょっと枠だけ作っておいたんですけどうーん、ここにね、ちょっとした冬島2個作って、こっちが、もうちょっと大きくした方がいいかな、ここにトラップタワー、この上にトラップタワー建てようかなっていう計画なんですけど、資材もね、何回も往復して、ちょっと、持ってきました、こうやってって。 ちゅうことでですね、えっ、ー、と、だいたいそうですね、1時間ぐらい置いてましたね。<laughs> 2000個ぐらい置いたんじゃないのたぶん、当地。もう、あの、あそこに、なんか、たな、なんていうのかな、棒切れが見えますよね。あそこが128なんですよ、この中心部分から、だいたいね。なんで、あっち側にも立ってますよね。あそこがだいたい128マスなので、そうでもう。 向こう側はね、マップの隅っこなんで置かなくてもよかったんですよ。まあ、ちょうどよかったかなと。ここを見ていただくと、もう本当にマップの右上の方に、もう隅っこの方なんで。あと問題は地下ですね。地下をね、どうやって、その、綺麗にしていくかその湧かないように。ここにちょっと穴掘って、これもあと一大作業ですね。これ湧き潰しなんですけど、あ、あれンんだ、もうあれ。なんかいないあそこに。 なふふわふわいってないそうそう,そうさっきちょっと掘ってたんですよここまあいいやあれエンダーマンっぽいねちょっとねあれ今エンダーマンいなかったよいしょでこここうやっていって掘ってあのー、なんかね明るくしていくんですよどんどんち地下もね それがすごい作業なんで、これ、ベッドロックまでずーっとこうやって掘ってあるんですよ。で、これを後でやらないといけないんですけど、それ、どうしようかな。洞窟探検だけで、多分ね、まあ、地上を終わらせておけば60、60%ぐらいの稼働率ですけど、多分まあ、モンスターは落ちてくるとは思うんですね。 なので、時間が空いた時に、チャキチャキやっていこうかなと思いますけれども、とりあえず、今回はトラップタワーの、その原型、なんていうのかな、型、あの、動くようにするまで頑張って作ってみたいと思います。終わるかな、今日中に。ちょっと難しいところですけど、よいしょ。ちゅうことで、やっていきたいで。上からまず埋めようか。まあ、ここからどんどんカットカットでまたお送りする感じですけど、よいしょ。ちょっと 石持ってこないと,ダメだ、ね、石と土、冬糖にした方が良かったのか、しない方が良かったのかちょっと分からないですけれども、ちょっとこうやって持ってって、よいしょ。